はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の整式の割り算丸2をお送りします。で、前回からね、この整式の割り算が始まって、この前回も続きになるんですけど、今回はちょっと違うタイプの問題を2問取り上げていきます。で、今ね、こう板書でこう映ってますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方とも解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番の方から問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回と同じで、結局、A を B で割った小と余りを求めます。だ、同じなんです。ただ、キーワードとして、ここ。次の、x についての整式 AB においてと書いてあります。前回はこれがなかったんです。なぜかというと、今回両方とも文字が2種類使われてるんです。前回の動画でもし見れたら見てほしいんですけど、前回に関しては全部 x しか使ってない、もちろん y だけっていう問題もあると思いますけど、文字が1種類しかなかったのね。けれど2種類以上使ってる場合は必ずこういう指定が入ります。ほにゃららについて、で、今回は x について、で、この言葉が入ってるとどうなるかっていうと、この x が今回主役ですよって考えてください。いいか、 x が主役なんです。で、実際解いていくんですが、やることは一緒、筆算書いて解くだけなんで。で、1番いきます。で、まずこっち割られる数の方ね、まあ、割れる式か、 a の方書いていくんですが、これわざと順番がバラバラになってます。で、今回は x が主役なので、x の次数の高いものから並べてください。つまり3乗が使われているので、 x3 乗、ほにゃらら x2 乗、 xx がないやつみたいな感じで並べるのってやると、まず 3x3 乗なんで 3x3 乗で、次2乗これだね、マイナス 2ax2 乗なんで、マイナス 2ax2 乗です。で、次に x、 これがマイナス 7a2 乗 x で、プラス 5a3 乗 5a3 乗とこう並べてください。必ず筆算の時にね。で、もしこれが a についての整式って書いてあったら、 a が主役です。そしたら a の3乗、これが最初に来る、こっちに 5a3 乗で、次 a2 乗使ってるから、これが次で、次 a が使ってないから、これみたいな感じになります、順番としてはね。で、割る方は 3x プラス a、 これも x 使う、まあこれね、順番変える必要ないんですけど、 x 使ってる方で、 x がない方と、これでも完成です。あとは全く同じ、前回と。で、まずここをね、揃えたいので、何かけたらいいかなって考えると、 x の2乗だね、x の2乗をこれにかけると 3x3 乗になります。で、 x2 乗とこれをかけるとプラス ax2 乗になる。そしたら引き算していきます。で、引くになって引くになるから、ちょっとあえて書かないけど、ね、今回ね、ここはマイナス 3ax2 乗となります。で、1つ下ろしてくるよ、下ろしてくるやつは符号はもちろん変わりません。で、こうなる。じゃあ次、これに何かをかけてこれにしたい。まずね、符号が違うんでマイナスだね。で、3x だから a がないのか、 a をかけてさらに x1 個かけるとマイナス ax だね。で、かけるとマイナス 3ax2 乗です。で、マイナス ax をこれにかけるとマイナス a2 乗 x になる。いいね。そしたらこっちは消えるので、引き算してここね、プラスに変わるからマイナス 6a2 乗 x になる。で、下ろしてくる、プラス 5a3 乗で、まだね、 x で一次式で一次式なんで、もう一回やんなきゃいけない。で、これに何かをかけてこれにしたいと。まず符号が違うからマイナスでしょ。で、3を6にしたいから2をかけてしまおう、数字合わせるためにね。で、6になって、あと文字何が足りないか。x はあるから、a の2乗がないんだね。じゃあ、a の2乗をかければいいと。そうすると、かけて、6、a2 乗、x。で、マイナス 2a2 乗とこれかけると、マイナス
2a3 乗になると。で引き算してここ符号変わるから 7a3 乗となったと。これで終了ね。 x の一次式 x がなくなってね0次式になったんで、これで終了となります。さあ答え書く場所がちょっと怪しくなったな。どうしようかな。ここに入るかな、ギリギリ。ちょっと行きましょうか。もうちょっと変な感じになるけど、じゃあ小を下に書こうか。これだね答え。 x の2乗をマイナス ax マイナス 2a の2乗です。これが小ね。ギリギリ入ってる、大丈夫ね。で次に余りがこれだから 7a3 乗と。いいかな、これで正解になります。よしよし、ギリ入った。ごめんね、ちょっとね端っこになっちゃいましたけど。で次いきましょう。で次も x と y2 種類使ってます。でまあね、 x についてって言ってるから x が主役になるんです。じゃあ同じ風にやればいっかって感じもするんですが、ちょっとね上と違って注意点があります。でどこかっていうと、まず上と同じようにこれ3乗ないから2乗からだね。2乗書けばいいから、x の2乗スタート。よし、じゃあ次 x の加工と思うんですけど、 x ここあるでしょ、ここにも x があるのってことは、あれ x が2つあると。じゃあ普通に2個並べればいいかと思うんですが、そうではなくって、これここの 2xy でしょ、であと x 使ってるのはここマイナス x、 これ必ず x でくくってください。で x でくくると、じゃあ x 後ろに書くね、まあとね、これから x 取るから 2y でしょ、でこれから x 取ると1が残るからね、これなくなるんじゃなくて1残るからね。でくくって x です。あえて後ろに書いた方がいい、分かりやすいからね。でやるとプラス 2y マイナス 1x とこうなります。いいかな、こういう風に書いてください。で個人的にはですね、例えばこれがねマイナス 2xy とマイナス x になってると、マイナスくくり出したくなるじゃんか。けれど出さない方がいいです。基本的にはここプラスの方が計算しやすいので、プラスカッコマイナス 2y マイナス1ってしてる方が俺はやりやすいと思います。ただこれはね個人個人の意見があるので任せますが、ちょっと消しちゃいますね、ここね。だから上と違って x が2個あったらちゃんとくくるっていう、それがポイントで、残ってるのが x ついてないやつが 3y2 乗プラス y マイナス1です。でこれはカッコに入れる必要はないんだけど、ちょっと見やすいんで、あと個人的にはいつもねカッコで入れてしまうので、俺がじゃああえて入れていきます。こうだね。こうすると x の2乗そして x で x がないやつ定数項だねっていう風に順番が並べることができる。であとはこれもね b の方も書いて、で b もね x が先に書かなきゃいけないから x プラス 3y となります。で、あとはね、やっていくだけです。で、まず、ここをね、揃えたいんで、これ、シンプルだね。x をかけると、x2 乗になると。2乗。で、こっちは、x かけると、プラス、で、3xy って書くのが正解です。正解なんだけど、これね、3yx って、ちょっとあえて書かせてください。まあ、これで×食らうことないと思うんだけど、この方が見やすいんで、個人的には。本当はダメだよ。3xy なんだけどね。で、引き算するとここ消えるでしょ。でここなんだけど、これ結局 2yx とこうすると分かりやすいか、ここ引き算するんで 2y-3y になります。 2y-3y だからマイナス y になる。いいかい、ここがここ符号変わってマイナスになるので 2y-3y でマイナス y で、マイナス1はそのまま降りてくるだけなんで、マイナス1で x でくくります。しつこいんですけど、ここでもくくっといてください。いい？必ずくくる。で、マイナスは出さなくていいです。このままで大丈夫。で、後ろ。ちょっと長いですけどね、そのまま書いていきましょう。3y2 乗、プラス y、マイナス1です。で、次なんですが、ここまだストップじゃないからね。x の一次式なんで、一次式なってるから、もう一回計算します。で、ここを消したいんです、今回。いい？ここをまとめて消したい。で、何かけたらいいのかなって考えると、結局これ x でしょ。 x にこのカッコがかかってるだけなんで、このカッコ丸ごとかけます。で、ちょっと違和感あるかもしれないんですけど、
プラス、このま同じね、マイナス y、マイナス1をかけるんです。そのまんま。そうすると、マイナス y、マイナス1をこれにかけるから、マイナス y、マイナス 1x でしょ。で、こっち、プラス 3y にもマイナス y、マイナス1をかけます。で、これは 3y を分配法則で配るから、まあ暗算しちゃって書いちゃおうか。プラスにして、3y をマイナス y に配ると、マイナス 3y2 乗です。3y をマイナス1に配ると、マイナス 3y なで閉じます。で、こことここ、丸々一緒だから消えます、これ引き算で。引き算で消える。で、同じようにこっち引き算すると、プラスとプラスに変わるから、ちょっとね、ずるいよ。6y2 乗でしょ ?y と、4y か。プラス 4y。で、忘れちゃいけないマイナス1がいるから、マイナス1となって、あまりっぽくないんですよ。2乗あるからね。っぽくないんだけど、x のは何もついてない。定数項扱いになるから、これであまり OK となります。いいかな?だから、小はこれ。で、あまりこれと、これで OK。じゃあ書きましょう。で、小を書くときは、カッコ外してください。つまり、これカッコ外すと、x でしょ?マイナス y、マイナス1となります。これが小ね。で、あまり、これなんで、6y2 乗、プラス 4y マイナス1と。よいしょ。これで OK となります。いいかな?なので、前回との違いは、このね、何の文字を主役にするのか、そこを気をつけて解いていただきたいのと、あと、こういう感じで、x がね、2つあった場合とかは、くくって計算をしていく。これをね、ぜひ慣れておいてください。いいかな?では、今回は、高校数学数2の整式の割り算丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回もう一個ね、丸3を取っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。